ありがとうこんにちは。こううです。それでは今回なんですけども、キャッシュレス、スマホ決済、キャンペーンまとめ、各社10%、20%還元などということで、今週もやってきましたキャンペーンまとめ動画ですね。今回は11月の18日から11月の24日までの来週1週間で開催される、主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 ということで、まずはペイペイからですね、現在はペイペイ街角ペイペイ第1弾ということで、キャッシュレス消費者還元事業の5%のお店であれば、最大で10%還元されるキャンペーンというのが開催中です。12月の街角ペイペイはボリュームダウンするので、今のうちに行きたいお店に行っておくのもいいですね。次に、ペイペイモールでもキャンペーンが開催中です。最大で20%還元されるということで、ストアによっては20%以上還元される商品もあったりします。こちらは来年の1月の31日まで開催中です。 そしてペ、PayPay イペイフリマでも最大20%還元のキャンペーンというのが開催されています。期間は12月の25日までとなってますので、ちょっとでもお得に購入するなら PayPay ペイペイフリマを利用してみるのもいいのかなと思います。 次は楽天ペイですね。楽天ペイでは全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンが開催中です。期間は12月の2日まででして、こちら専用ページで必ずエントリーが必須となってます。キャッシュレス消費者還元やそうでないお店でも決済して最大5%還元までされるので、楽天ペイ使われる方はぜひチェックしてみてください。で、あと楽天ペイではこちらもですね、5%のポイントバックのキャンペーン中です。わたみグループのお店であれば5%のポイントバック、こちら楽天ポイントがもらえます。ちなみに先ほどお伝えした期間中ずっと5% 5%還元のキャンペーンと合わせて使うことができるので、実質10%の楽天ポイントが還元されるので、まあ、近くにお店がある方はチェックしてみてください。あと、楽天ペイユーザーで映画鑑賞するなら楽天ペイとムビチケのキャンペーンも活用すればお得ですね。こちら対象の映画館でムビチケという映画館の予約をするサイトがあるんですけども、そこを通してムビチケ当日券を購入した場合、楽天ポイントが20%のポイントバックされます。 期間はすでに始まっていまして、来年の1月10日までなので、まあ映画好きの方もしくは楽天ペイユーザーの方であれば利用してみてください。 次に D 払いです。D 払いでは現在対象のセブンイレブンにて10%還元のキャンペーンというのが開催中です。期間は12月の1日まででして10%還元を受ける条件としたら一度に700円以上の購入が必須となってます。けどセブンイレブンの場合はキャッシュレッシュ者還元事業の2%のお店が結構多いので、まあその場合は715円以上くらい購入すれば条件を満たすことができます。まあもし715円以上の購入のイメージがわかない場合は今出てるこちらの方法をぜひ試してみてください。 次はメルペイですね。現在メルペイではススメルペイというキャンペーンとメルペイスマート払いというキャンペーンが開催中です。初めてメルペイを利用される方向けのキャンペーンでして、招待コードを使ってメルペイに登録したら招待した方と招待された方にそれぞれ1000ポイントが入ります。そしてメルペイで初めてスマート払い、いわゆるその後払いというのを使って決済をしたら1000円分のメルペイのポイントをもらうことができます。 なので、これはもうぜひですね、メルペを初めて使う方に向けての、ま、キャンペーンなので、ぜひチェックしてみてください。まあ、このキャンペーンに参加するためには必ず本人確認が必須なので、これも忘れないようにお願いします。一応下の概要欄には僕の招待コードも貼っておきます。次は l i n e p ですね。l i n e p ではお得なクーポンが出てます。トレファクグループ、松本清志、倉寿司あとは福岡限定クーポンですね。期限は今月いっぱいのものと、あと、松、ま、木に関しては来月までとなってます。そして、オリガインペイはこちら、その場で3%オフのキャンペーンも開催中です。期間は 2020年の1月31日までキャッシュレス駐車還元のお店であれば、最大で8%即時ポイント還元を受けることができます。クレジットカードやデビットカードの場合は1%オフになってますので、ここもチェックしてみてください。そして、残りのクイックペアカード関連のキャンペーンですね。jcb で20%還元こちら applepay や google pay での決済が必須です。アメックスでは、あなたの街でのスーパーのキャンペーンの20%還元、そして大手コンビニの4社での15%還元ですね。こちらのキャッシュバックキャンペーンも開催中ということと。まあアメックスに関してはそのオファーが来てる方とか。 でない方がバラバララだと思うのでそこは注意が必要ですそして、水ホーレットの20%還元。あとは、三井住友の20%還元という感じですね。最後に、ペイ関連の日程のまとめですね。上から、街角ペイペイは11月の30日まで。ペイペイモールの最大20%還元は1月の31日まで。ペイペイのフリマ最大20%還元に関しては12月の25日まで。楽天ペイの最大5%に関しては12月の2日まで。対象店舗の5%のポイントバックのワタミグループですね。これは12月の2日まで。で、D 払いとセブンイレブンの10%還元のキャンペーンは12月の 1>, 1日までメルペイの勧めるペイのキャンペーンとスマート払いのキャンペーンに関しては終了はまだ未定となってます。そして、オリガインペイの最大8%還元に関しては来年の1月31日までですね。で、キャンペーンのまとめは以上なんですけども、今週のちょっとした小話ですね。 冒頭にも出ていました、こちらのお写真です。俺的福岡ソウルフードということで、こちらの天ぷらの平おですね。こちらツイッターでも、まあ、ちょっと前につぶやきまして、ライブ配信でもちょくちょく言ってる福岡では有名なお店です。いや、もうこの天ぷらの平おのいいところっていうのは、とにかくコスパがめちゃくちゃいいんですよね。全席がカウンターで、お店に入って食券を購入したら、次々と揚げたての天ぷらを目の前のトレーに置いてくれます。揚げたてサクサクでもめちゃくちゃご飯が進みます。そして天ぷらの平おのおすすめっていうのは、天ぷら以外にも今出てる、 こちらのイカの塩辛がめちゃくちゃ美味しいんですよね。このイカの塩辛はセルフサービスで好きな分だけ取って食べることができます。味自体に関してはそんなに癖が強くなくて、ほんのり柚子の風味が効いて、これもまたご飯が進むんですよね。なので毎回行くたびにメインの天ぷらが来る前にご飯がめっちゃ減ります。まあ、これはもう行ってる方であれば分かってくれる方がいてくれたら嬉しいですね。ちなみにこの平尾に関しては今のところ現金決済しか使えませんが、個人的には現金決済でも行く価値はあると思ってます。そんなこんなで今回は まあ11月の18日から11月の24日で開催されるキャンペーンのまとめと俺だけ福岡ソウルフードについてお伝えさせていただきました一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクなどそしてメルペイの紹介リンクなども含めて下の概要欄に貼っておきますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということでまた明日月曜日からも頑張っていきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました